こんにちは。今日は小山公園に来ました。同じ名前の小山公園というのが戸畑区にもあるそうですけども、こちらは八幡西区の小山公園です。公園の脇には私鉄が走ってまして、これは黒崎から出ている筑豊電気鉄道というものです。2両編成の小さい電車になります。こちらの公園は遊具はそれほど多くはありません。まず一つはこちらのパイプの中を通り抜けて遊ぶものです。休憩所は真ん中だけ雨がしのげるようになっています。両サイドは屋根ありますけども、雨は落ちてきてしまいます。ここの公園にはいつも第一交通産業さんのタクシーが数台止まってまして、タクシー運転手さんの休憩所になってますね。まあ、公園からタクシーに乗りたいという人も多くないとは思うんですが、タクシーを利用したい方はここからすぐに帰れます。今映っているのが2つ目の遊具で、こちらは滑り台が中心です。小さい滑り台が多いので小さい子でも大丈夫です。でこの後出てくるところがちょっと草ぼうぼうで歩きにくいんですけども、今日は除草作業の人が一生懸命草を刈っていました。多分数日後にはこちらの方も綺麗に刈り取られるようになると思います。あ、こちらですね、ちょっとした高いところにテーブルと椅子みたいなものがあるんだけども、そこに入っていくのがちょっと難しいですね。草がなければあそこで食べ物を広げてみんなでおにぎり食べてもいいかもしれません。あとわずかながら健康器具はありました。腹筋が一つだったかな。あ、これですね、これとあと奥にもう一つ健康器具に見えるようなものがあるんですけども、それはただの椅子です。この公園の健康器具は腹筋だけでした。トイレを見てみましょう。まず男性用トイレです。小便器が一つだけでした。大便器は洋式でした。次に女性用トイレです。こちらも洋式トイレでした。トイレットペーパーはありません。またこちらのトイレには多機能トイレはありませんでした。北九州市八幡西区小山公園でした。ではまた次回。